音楽お願いします。始めます。いつかコーヒー屋の近藤と申します。よろしくお願いいたします。私がコーヒーを飲むようになったきっかけは、華やかなフレーバー、心地よい酸、甘い余韻の長く続く、エチオピアのコーヒーを飲んだことがきっかけでした。皆さんがコーヒーを飲むようになったきっかけは何だったでしょうか。現在、さまざまな地域で品種、精製方法により多くの個性的なコーヒーを選び楽しむことができます。そのように多様性が増していく今こそ、もう一度、心動かされるコーヒーの原点を確かめてみようと思いました。そこで今回皆様には、エチオピアシダモグジ地区、アラビカ種在来種のウォッシュとプロセスのコーヒーをご用意いたしました。エチオピアシダモグジ地区は標高が1900から2400メートル、火山性の土壌で森林が密集しており、栄養分が豊富で降水も程よく、コーヒーの栽培に最適な環境です。今回このコーヒーを皆様にお届けするにあたり、より良い状態でご提供するために工夫した点をお伝えいたします。まず焙煎について説明いたします。このコーヒーは幅広い焙煎度合いで魅力を発揮するコーヒーですが、今回フレッシュなシトラスのフレーバーを、最も華やかになるミディアムローストを選びました。そして酸の、明るさを引き立たせるため短時間で焙煎いたしました。では次に抽出について説明いたします。今回抽出に使用する器具はハリオの V60、 上まで伸びたリブと大きな一つ穴のドリッパーにより抽出のスピードをコントロールすることができ、濃縮感とクリーンさを引き立たせたコーヒーを作り出すことができます。ではこれから実際に抽出に入っております。合わせて向かって右側のフリップもご覧くださいませ。使う粉量は 30g。 中挽きのものになります。お湯の温度は90度。抽出時間は2分になります。では実際に抽出に入っていきます。最初に 30g のお湯をして蒸らしていきます。ここから30秒ごとに 80g のお湯を注湯し、4回に分けて注湯していきます。最初の2投目までは酸を中心に引き出し、3投目、4投目で甘みを引き出していきます。
抽出を4分割することにより糖化の状態とスピードをコントロールし、酸味と甘みのバランスの優れたコーヒーを作ることができました。ここに 40g ずつお湯を注いで濃度を調整していきます。お待たせいたしました。お待たせいたしました。お待たせいたしました。このコーヒーのアロマはフローラル。マウスフィールはシルキー、ボディはミディアム、シトラスの酸と甘い余韻が長く続きます。どうぞお召し上がりください。いかがだったでしょうか。1000年を超えるコーヒーと人類の歴史の中で、エチオピア在来種の持つ味わいは人類とコーヒーとの出会いの味であり、その驚きを伴ったいわば原体験を思い起こさせるものだと私は感じています。コーヒーに携わるものとして、自分とコーヒーという飲み物の原点を忘れずにこれからも歩んでいこうと思います。ありがとうございました。終わります。 第14競技者、近藤開久選手、どうもありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。なんか今からちょっとインタビューしたいんですけど、もう少しちょっとこっち、はい、カメラ映りを実は本当は気にしてまして、なんか僕こうやってこれ映ってるじゃないですか、はい、なんかこっちで行くといいなと思ってお願いします。こちらで、はい、
これ映りがいい感じですいません。あ、はい、ありがとうございます。あのなんか すごい壮大で優雅な感じのコーヒーでしたね。なんか1000年でしたっけ。1000年あの1000年ぐらいの感じのコーヒーを選んで持ってこられた感じなんですかね、はい、そうですね。あのアラビカ種の在来種のコーヒー美味しかった。はい、結構好きで。こっちこっちこっち。あ、失礼します。はい、はい、美味しい。あとお水とかなんかこだわった点とか、あのコーヒーのこだわった点とか、その味の面とかなんかありましたら。そうですね、やっぱりコーヒーの味に関してはすごいド派手な味がドーンとくるようなタイプの、コーヒーではないんですけれども、本当にこうシンプルにベーシックにフルーツの特にシトラスのですね、綺麗な酸、フレッシュな感じですとか、あとすごくクリアでスムースな感じっていうのが、本当に人類がコーヒーをこう飲み始めたといいますか、その原初の、原体験といいますか、そういったものを思い起こさせるなというふうに感じて、これでやっぱり勝負したいなと思いました。すごいロマンがあるコーヒーの、はい、近藤開久選手でした。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。おいしそうでした。ありがとうございました。近藤開久選手でございました。